はい、それでは始まりました。今回はですね、僕はツイッターとフェイスブックで、ちょっとポストして多少議論を呼んだというか波紋を呼んだというところがあるんですが、 IPO における主幹事証券の選び方というノートが書かれている澤田さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。澤田さん、ちょっと簡単に自己紹介ぜひお願いしていいですか？はい、僕なんで2008年に、大和証券に入社をしまして、その後何社か挟んだ上で、2015年ですかね、UBS といわゆる日経 と、外資系のそれぞれの投資銀行にいたというところで、その後で、メドピアに2018年に入社をして、2019年から、オープンイートの CFO として、入ってます。ありがとうございます。そういう意味では僕が確かお会いしたのはメドピア の、 頃になる。そうですね。証券会社から、投資銀行から、事業会社にも入ってっていう、ご経験を持っていて CFO になられたっていうのを、それこそ Facebook 上で知るっていうことがあって、でその後結構たくさんの、そのこれすごいなんか僕世の中良くなったなと思うのは、証券会社にいるとノートとか書くのって結構はばかられるじゃないですか。そうですね、はい。そのっていうのがあった時に、結構そのスタートアップ幹部の側に立った人がいろいろその IPO の実態とか、それ上場後だったり前だったりっていうところで結構書いてくれる人が増えたんですよね、うん。でそれでその、今回のテーマっていうのはその主幹事とか共同主幹事とか、あと特に共同推薦っていう言葉があって、はいはいはい、これ僕一応その大和証券の VC 部門出身 で、 でその後独立してるんで、そこから12、3年ぐらいそのベンチャーエフィでやってるんですけど、その僕でもちょっとあんまり分かってないなっていうか、2022年に初めて知った概念が含まれるんですよ、はいはい。なんかそれをノートとかでこう書かれてたのが澤田さんだけだったんですよ、僕の見る範囲だと、うん。だからなんか、いわゆるこの主幹事を選ぶとか、共同主幹事にするとか共同推薦にするみたいな意味合いをぜひちょっと議論させてもらいたいっていうのが今日の趣旨になってますと。はい、お付き合いいただければ嬉しいです。はい、もちろんです。はい。じゃあなんかズバリなんかこう、なんだろう、どっからかかってるのもあるんですけども、いわゆるその IPO における主幹事って一体何なのかっていうところも、これもそのなんか一般論なのか、澤田さんなりの見解でも構わないんですけれども、はいはい。ぜひとも教えていただければありがたいなと思うんですが、どうでしょう。はい、ありがとうございます。そうですね。おっしゃる通りで、やっぱりこの主幹事という概念、あるいは共同主幹事、共同推薦、そうですけども、IPO の時にしか基本的には出てこない概念なので、基本どの会社の方も1回しか経験しない、という意味ではすごくやっぱりレアな概念だと思いますし、なおさらこの最近だと比較的この規模が大きな IPO が増えてきたので、そういったこの共同主幹事だったり共同推薦という概念が出てくるようになったと思うんですけども、これって後からも出てくると思うんですけど、一定規模が大きくなければ、例えば時価総額が上場する時の時価総額が100億円を切るぐらいとかだと、あまりこのもう問題にならない概念、基本は共同主幹事共同推薦って、証券会社が受けてくれない話なので、本当にこの今の時代の IPO になって、よりこの重要性が増しているすごい概念だというのがまず前提あるなというふうに思っていますと。で、そうですね、どこから話すかなんですけども、主幹事といったときに、もちろん IPO をするときに、その会社に、そうですね、証券の責任を任せる立場、これが主幹事ですと。で、主幹事の一番大事な役割は、上場するときの値決めをすることだと思っていて、証券会社が投資家と、事業会社をつなぎますと。という中で、例えば事業会社、公開する会社にとっては、自分たちがいくらの値段で市場に出たいと思っていたとしても、自分たちが直接投資家と話をすることは基本はできないとしたときに、証券会社が個人投資家であったり、海外機関投資家といろんな投資家と話をする中で、今、自分たちはプロとして、この金額でなければ、多分、御社は上場できないということを決めて、最終的に出ていく、これが基本的な主幹事の一番大事な役割だと思うんですけども、ただ、この時に共同主幹事という概念がそもそも何で現れるか。という意味でいくと、基本はやっぱりこの、これがどうですかね、特に、個人、投資家
を抱えている日系投資銀行、これが一定顕著だと思うんですけれども、個人投資家をまあ抱えている日系投資銀行というのは、もちろん、IPO の時に、きちんとなんていうんですかね、その発行会社にとって、まあ、きちんと利益を出したい、これももちろんあると思うんですけれども、まあ、一方でやっぱり自分たちが普段のこの売買を、支えてくれている、まあ、個人投資家であったり、まあ、機関投資家、まあ、彼らにとって一定の利益を出したいっていうこの概念も一定、まあ、持っている証券会社が多いんじゃないかというふうに思う中で、まあ、比較的まあ、最近だとまさにこういった IPO の時の値決めがまあ一定このまあ低すぎるんじゃないか、こんな議論もあったあというふうに思うんですけども、まさにそうですね、やっぱりこの一社の主幹事だった時にその会社がまあ自分たちはもうこの金額じゃないと出れないと思うと言われた時に、発行会社側にとってあまり戦う手段がないというのがまあ単独主幹事の時の一番大きな弊害。さっき言った通り、いくらで出れるかというのは、発行会社がいかにいくらで出たいと言っても、最終的にはその証券会社が受けてくれなければその金額で出れないので、まあ、そこが一番こうやっぱり弱点の中で、ならばそういったバリエーションに対する牽制効果を効かせたいと、うん、これで、1社だけではなくて2社なり3社の会社に、共同で主幹事を受けてもらって、一定バリエーションの牽制効果を効かせるであったり、あるいは、まあ、エクイティストーリーやマーケティングがそれぞれの会社にとって一定強み弱みというのがある中で、それぞれの強みをうまく生かしながら、まあ、最大の案件にしたい、これが共同主幹事の基本的な意味合いかなと思ってますと。間にちょっと挟むと、発行会社ってのはその株式を発行する会社って意味でスタートアップ側の言葉を。そうですね、そうですね、はい、ごめんなさい、そうです。これも僕もあの証券会社用語だなと思いながら。ああ、まあそうですね。そう。っていうのと、うん、そうですよね。うん、で、まあ、よくオファリングサイズっていう言い方ってこれあるじゃないですか。はいはいはい。これってそのいわゆるこう新規に発行するこう株のによる金額プラス、その売り出しって言われるこう上場時に株を売り出すサイズの合計値をいわゆるオファリングサイズという認識であって、合ってますね、はいはい、ね、だから例えば時価総額300億円でいわゆる新規で50億、うん、例えば既存株主で売り出し50億っていうふうにやるときっていうのがオファリングサイズ100億円っていう感じですね。はい、でまさにそのさっきおっしゃっていたその共同主幹事になるサイズ感っていうと、まあ多分あのまあ時価総額でいうと300億円とかぐらいからがまあ普通で、まあもうちょっと下が目線が下がってる気がするんです。100億円ぐらいとかでも全然あのやってくれてるような気がするんですけど、本当は多分300億円ぐらいだと、まあそういうなんかこう証券会社の手数料とか考え方でいうと実は向き合いやすいみたいな感じなんじゃね、おそらくそうですね、おっしゃる通り、大体オファリングサイズが、まあ100億円ぐらいっていうのが、証券会社が共同主幹事を受けてもいいと思えるおそらく基準、まあ、各証券会社によって一定基準はあると思うんですけども、じゃないかなと思うんで、今、木下さんが言われた通り、まあ、新株発行と既存株主の売り出しを合わせて100億円になるってことは、まあ、時価総額が2、300億円ぐらい。からっていうのが基本的には共同主幹事を考える一つの基準だと思いますね。そうですよね、うん、で、まあ、ここで言うその主幹事証券っていうのは、まあ、いわゆる日経の、まあ、対面証券だと野村、大和、みずほ、三菱みたいなところとか、はい、あとまあオンライン証券で言うと、まあ、ほぼ SBI のみかなっていう感じ。そうですね、でそこにたまにその外資系のクレディスイスとか、はいはいはい、あのが乗っかってくるっていうのは、まあ、日本におけるプレイヤーですよね。そうですね、日経が野村、大和、みずほ、SMBC 日興、うん、三菱 UFJ ですね、うんうんうん、ぐらいが多分主なところ。オンラインで言うと SBI、まあ、あとは楽天マネックスがたまに出てくるかどうか、うんうん、外資系でいくと、まあそうですね、ゴールドマンはほとんど聞かないと思うので、多分、まあ、あのさっきの国内の三菱と一緒ですけども、三菱 UFJ、 モルガン、スタンレーか、クレディスイス、UBS、まあ、ドイツもほとんど聞かないですけど、ドイツバンク、多分これぐらいが関わるプレイヤーだと思いますね。いわゆるあと、多分これもちょっとごちゃごちゃになってる人多いと思うんですけど、はい、主幹事っていう概念って、未上場の時の主幹事と上場後の主幹事っていうのがなんかあるじゃないですか。はいはい、これって、なんか、これもなんか明確な定義ってちょっとあるのかなって僕思うんですけど。はいはいはい、もしあと主幹事の例えば有名なところで言うと、あの、
まあ、上場前の資格資幹事って意味でいくと、大和証券はなんか DNA とかサイバーエージェントとかが、うん、まあ、あったりとか、メルカリもだったかな、はいはいはい、非常に結構結構有名 IT 企業が多く、で野村証券の直近事例だとビズリーチを野村証券がやったっていうところ、うん、で SBI は、最近は結構多いような気がしていて、ちょっと古くからでいくとベクトルとか、うんうんうん、チェンジとか、直近だと改善プラットフォームとか、うんうんうん、だったような気がしますね。で、みずほは結構、こう、なんか、ファンド投資とかも有名な部分があるんで、まあ、最近だと結構、どこだったかな、ヤプリとかみずほだった気がしますし、結構、事例がすごい増えているような気がしますね。はい、はい、IPO の幹事証券部隊も強い、強いっていうか、すごい真剣にやってらっしゃる印象があるんで、うん、まあ、もう、公開されてる情報なんで、まあ、全然言って問題ないと思うんですが、はいはいはい、まあ、まあ、今のも、一応僕、おぼろげに覚えてる中で言ってるんで、誤りがあったら大変申し訳ないんですが、まあ、そんな形だと思ってますと。はい。で、はい、その、上場前の主幹事と上場後の主幹事っていうのは、まあ、多分あると思うんですけど、はいはい。これ何ですかね。まず、そうですね、主幹、まあ、もちろん、そうですね、上場前も上場後も言ってそうだと思うんですけど、主幹事といったときに、この概念が、一番出てくるのってファイナンスをするときですと。なので、例えば非上場のときであれば、IPO をするときのオファリングで、誰に何株をまあ引き受けてもらって販売してもらうか、このときに初めて主幹事が出ますと。なので、例えばその前までにもちろん、まあ、どの会社とやり取りをどうしていたとしても、最終的にはオファリングの時に、その会社に、まあ、ある意味株式をの半分任せなければ、主幹事である意味なくなるので、まあ、IPO の時に、誰に一番メインで株式の販売を任せるか、これが非上場の時の主幹事ですと。で、上場会社になった時に、主幹事っていう概念ってすごく、なんていうんですかね、名目的なものだと思っていて、上場会社になった時に、どの会社が主幹事ですっていうことが、ほとんど何かが意味があることは、まあ、ないですと。まあ、もちろん、最低限、例えば役員だったり、その会社の、まあ、持ち株会等を、まあ、どの証券会社が仕切るか、こういったものだったり、IR のアレンジを誰がやるか、これはもちろんあるかもしれない。ですけれども、ほとんどの場合、まあ、あまり大きな意味はなくて、主幹事かどうか分かるのは、いわゆる指揮法ですね、東洋経済が出している指揮法という紙に、まあ、どの証券会社が主幹事として載っているか、ここだけである意味、人は基本主幹事の情報を知ることができるので、逆に言うとそれぐらいの意味しかないですと。だからこそ、例えば上場会社が、例えば何かしら、上場した後でオファリングをする、オファリングっていうのは、いわゆる株式の、売り出しですね、それが、まあ普通の普通株のこともあれば、転換株式といわれる CB、まあ、いろんなパターンの株式を出すことがありますけれども、これを発行するときに、逆に主幹事でないところに任せることもある、そのときっていうのは、逆に主幹事がそれによって変わったりもする。ので上場会社になってからの主幹事ってのはすごく名目的なものだと思いますね。うん、そうですよね。だから、まあ、一応そのおそらくその古くからのこう業界の慣習的に言うと、未上場のところから主幹事をやってくれたところが、まあ、会社のことを非常によく理解していて、その後のその上場後の公募とか上場後のいろんな、じゃあ、まあ、さっき持ち株会とかいろんなその、まあ、コーポレートアクションを支えていくっていうのが、その主幹事の証券会社が頑張ろうとか、社長がリレーションしていこうっていう、その、はい、まあ、慣習的なそのお付き合いのところがちょっと強くて、はい、でも別に上場後に、じゃあ、大和証券で上場したんだけど、なんかのディールをみずほがこう仕掛けたとか、UBS が仕掛けたとか、なんかそういうのは結構普通に起きてますよね。そうですね。はい。なので、まあ、割とその上場までの主幹事がどうこうっていう部分っていうのが、まあ、まずは多分 IPO における主幹事の意味合いとしてはかなり大きいっていう理解で、まあまあ、ね、はい、基本はそうだと思います。まあもちろん上場してからもそのつながりがすごく強いままで来るケースってあると思うんですけども、はい、基本はその理解で合ってると思いますね。うんうん、了解しました。今回ちょっと一番その、これは僕はこう、まあ、VC をシード VC としてスカイラウンド10年やって、はい、まあ、本当に恥ずかしながら初めて知った概念が2022年になるんですけど、まあ、単独推薦共同推薦という、はいはいはい、その主幹事の中でも実はその概念が2種類分かれているっていうことがあって、これってその本当にその証券会社の中の人以外そんなに知らないんじゃないかなって思ったところがあって、
で、これがまあちょっと今日の重要トピックスの1個なんですけども、はい、だからぜひこれについてもなんかこうご指導いただけますか。はい、もちろんです。なのでそうですね、推薦をする、つまり東証に、まあ、その会社が上場することを推薦する証券会社のことを、まあ、推薦証券会社というんですけども、この東証に推薦をまずすることができるのは、その証券会社の中で引き受け審査部門を持っている場合だけですと。で、基本的にこれは外資系の証券会社って、ね、引き受け審査部門を実質持っていないので、まず外資系証券会社を共同主幹事先に選んだ場合っていうのは、ほとんどの場合共同主幹事だが単独推薦。例えば、まあ、どこでもいいんですけども、野村証券と例えばじゃあ、UBS が例えば共同主幹事を組んでますっていう場合っていうのは、共同主幹事だけども、単独推薦で野村証券が単独推薦になっている、このケースの方が圧倒的に多いと思いますと。なのでまず、共同推薦単独推薦っていう概念は、まず共同推薦ができるっていうことは引き受け審査部隊が、まあ、日本にいることを実質的には意味するので、まず そもそもそうでなければ受けれない、これがまず一つ大事な概念ですと。あとはその共同主幹事といったときに、基本的にじゃあ何の役割を分担しますかというと、先ほど言った、まあバリエーションをどうするかであったり、エクイティストーリーをどう作るのか、あるいは、マーケティングですね、どの投資家にどう販売するか、こんなところを例えば役割分担する、まあ、こういったところが多くて、比較的これは、まあ、なんていうんですかね、それぞれの強みを生かしながら、まあ、相互に分けるみたいなことがやりやすいですけれども、共同推薦をするっていったこと、いうときっていうのは何を意味するかっていうと、基本的には、まあ、2社以上の証券会社の、引き受け審査部隊が自分たちのこのことを、まあ、審査することを意味しますと。で、まあ、これはもちろんプラスの意味に働くこともあって、先ほどの話にもあった通り、2社の例えば引き受け審査をする中で、例えばどこか1社が何かの理由があって、自分たちはこのままだと東証に推薦ができない、まあ、そういって降りたときにもう1社が残っていれば、そのもう1社のまあ推薦を使ってもちろん上場することができるかもしれない、まあ、こういった牽制効果がまあ審査上も効くかもしれないという意味合いではメリットがある。まあ、一方で、まあ、これはどちらかというともちろんこうどちらも意味合いがあると思うんですけども、例えば1社が何かの理由でこの理由があるとまあ推薦ができないといったときに、もう1社もそれにまあ引っ張られて、むしろこうまあお互いがある意味なんていうんですかね、最大リスクを取ってしまった結果、1社だったらまあ通ったものが2社だったら通りにくくなる、まあ、こういったリスクもまあゼロではないと思いますので、まあ、そういったまああるいは審査上のまあ要は上場したい会社、発行会社側の負担が増える、まあ、こういったリスクっていうのは一定あるとは思うので、まあ、そういう意味では共同主幹事に比べれば共同推薦の方がやっぱりハードルは一定上がるとは思いますね。これは多分時価総額のその、はい、まあ、なんていうか、さっき300億ぐらいでって話をしたと思うんですが、はい、より大きな上場を目指すっていう会社の方が共同推薦になる可能性が高いと思う。高いですね。はい、だと思いますし、まあ、私が、はいはい、ごめんなさい、どうぞ。とかを超えてくるとかの方が、まあ、両2社でそのいわゆる仕事を分け合うとか、まあ、両方がやんなきゃいけないってことになると、会社側の負担も大きいかと思いますし、うん、まあ、そういった概念と思っていいんですね、おそらく。はい、なんで、これはもしかしたら今ルールが一定変わってるかもしれないですけども、私の感覚でいくと共同推薦にしているケースっていうのは少なくとも時価総額が500億円以上、できれば、1000億以上ぐらいのケースが多い気がしますと。で、先ほどの共同主幹事は2、300億円ぐらいから、やっているケースが一定多いと思うんですけども、共同推薦の方がもう一段バーは高い印象がありますね。なるほど。これがだから東証に対する推薦をするっていうのがこの単独推薦共同推薦のポイントってことですよね。このそうですね、そうです。でもこれはその澤さんよくご存知だったじゃないですか。でも VC の人間で僕これ、はいはい、なんか1、2割ぐらいしか知らないんじゃないかなって気がちょっとしちゃってるんですけど、その証券会社の公開引き受け、あれ公開引き受けでいらっしゃったこともあるんでしたっけ。いや、ないですね、それは。はい、こういう人でもほぼ知ってる概念と思っていいんですか。まあ、
公開引き受けにいた人であれば知ってる概念だと思うんですけど、あの、なんて言うんですかね、この共同推薦の概念って、基本的に証券会社側が広げたいインセンティブってほとんどないんですよね。そうですよね。はい。だから広がりにくい概念だとは思いますね。この2社でやりたい理由が特にこう、ないですね。特にあの、共同主幹事っていう中における、はい、この単独推薦、共同推薦の中で、はい、証券会社としては別に1社でやりたいのに、はい、やらなきゃいけないっていうことだから、多分、ね、証券会社もあの共同推薦できますよっていうアナウンスをする人ってほとんどいないですよね。いないですね。共同主幹事もそうですし、共同推薦もそうですし、うん、証券会社側からあえて広げたい人ってのは基本的にはいないと思います、ね。うん、その中で、その澤田さんは、これはなんか、まあ、いわゆる業界は長いとは思うんですが、はい、こうなんか勉強の中からなのか、まあ、いわゆる同期がそういうのをやっぱりよく分かってるのか、どうやって知ったもんなんですか。あ、まあ逆に、証券会社にいた方、まあ、今本当に投資銀行出身の CFO の方って増えてると思うんですけども、うん、まあ、投資銀行出身で IPO に関わったメンバーであれば、ほとんどの確率で知ってると思いますね。そういう選択肢をいくつか吟味する中で、はい、あの、実もやってらっしゃってるから、まあ、はい、いるのはまあまあほぼだろうということなんですかね。そうですね。それはそうだと思います。はい。でもこれがおそらく会計士出身で、はい、あの方法をやってる方とかも、まあ、あの最近減ってると思うんですけど、まあ、いるじゃないですか、はい、そういう人だと、まあまあ、なんかそういうのあるのねぐらいの感じになっちゃってる可能性っていうのも、まあ、例えばあるかもしれないですよね。おそらくそうだと思いますけどね。会計士の方で、まあ、もちろんたまたまこう友人なり何なりで知る方っていうのはいるかもしれないですけども、会計士の方出身の方が普通に証券会社と話す中で彼らから情報を知ってこの概念を知るっていう機会は今現状多くないと思いますね、うん、まあ、つまりその、まあ、さらに言うと社長が自ら共同主幹事でとか共同推薦でどうですかっていうのを知ってるっていうのは、さらにその社長は相当勉強してますね。そのいわゆるこうプロフィールが投資銀行じゃない、証券会社じゃない、まあ、っていうふうになると、っていうふうに思っていいですよね、うん、おそらく。と、基本的には思います。はい。なんで、まあ結構やっぱり僕もあの、なんて言うんだろうな、まあ、あの言い方を選ばず言うなら、IPO ってまだまだ闇が深いなというか、まあやっぱりその、まあなんて言うんだろうな、暗黙の了解というか、ね、そういったその部分が非常に実は多い業界で、そんなにクリーンなものじゃないんじゃないかなっていうのが、2022年、まあ、今年その株価のいわゆるこう市況の変化があったので非常にその変化した年だと思うんですけれども、これほどまでにその日本の IPO って活況だったと思うんですね、ここ数年、はい、まあ、それでも VC とかスタートアップにとってやっぱり証券会社の仕組みっていうのは非常にそのちょっとアンフレンドリーというか難しい概念がいっぱい起こってるんじゃないかなっていうのは個人的には思ったところでした。まあそうですね、まあ、私さっきの話でもともと証券会社に行った、まあ、日本日系も外資もどちらもいたっていうところはあるので、まあ、実際にそれはそうだと思うんですけども、まあ、対証券会社側の目線っていうところでいくと、まあ、よく言われているのが、まあ、IPO というものが通常のこの上場してからのエクイティファイナンスに比べて負荷が高いことは対証券会社にとってですね、これはおそらく事実だと思いますと、うんうん、なので、まあ、かかる工数対比の収益っていうところでいくと上場会社の、まあ、ある意味、オファリングだけをやっていた方が証券会社からすると収益が得やすいと、うん、一方でやっぱりその IPO のタイミングからその会社に関わってその会社と関係を持ち続けることによって、まあ、その会社が例えばずっと長く大きくなっていった時に、まあ基本的には IPO の時にその会社と信頼関係が作れて、そのままその会社が大きくなっていた時っていうのは、その次に株式公開、まあ、株式発行する時も、まあ、IPO の時の主幹事先に、まあ、頼むことが多いと思うので、うん、ある意味、証券会社からすると IPO ってのは一定先行投資の意味合いがある、多分、まあ、商品っていうふうに位置づけられていると思いますと。でこう思ったときに基本的にはまあ一定先行商品一定こう先行的な投資的な、商品っていうものでやっているのにかつ共同主幹事だとか共同推薦っていうのは基本的に証券会社を受けたくないっていう、これはこれでまあまあそうですね、まあ全く分からなくもないなとは思ってますし、まあなので一定だからそれでもまあ一定以上の規模になればやっぱり受けざるを得ないとは思うんですけども、まああまりこのなんていうんですかね、一定まあ要はこれで全ての規模の、
IPO の案件に共同主幹事あるいは共同推薦が広がるべきとまでは僕も思ってないですね。そうですよね。なるほど、はい、よく理解できました。でちょっと後半、まあ、あの順番前後するような感じもしますが、はい、まあ、後半その同じノートに書いていただいた、まあ、じゃあ主幹事ってそもそもどう選ぶのみたいなところをいくつかポイント書かれたと思うんですけれども、はい、まあ、これをまあぜひ解説いただいたのを後半にして、まあ、今回のポッドキャストとしたいなというふうに思うんですが、はい、まあ、ぜひあのもう澤田さんの見解で構いませんので、そのこの主幹事証券ってのは実際どうやってそのスタートアップ側としては選ぶかとか、ちょっとそういったところで、なんか途中で素朴な質問を僕らしたいかなと思うんですけど。もちろんもちろん。はい。はい、ありがとうございます。まあ、本当にノートに書かせていただいたことが基本的にはすべてだなっていうふうに思っていて、おすすめしないのは少なくとも、まず先におすすめしない条件でいくと、我々の会社はいくらになりますかっていう質問を各証券会社にして、その結果一番高いところを主幹事にする、これはあまりおすすめしないですと、まあ、なぜならばその時言った金額と後からっていうのは変わり得ますし、あんまりこうそこの意味っていうのはそこまでないと思っているので、これはやめた方がいい選び方だと思ってます。このいくらっていうのは時価総額がいくらか。時価総額ですね。はいはい、これは基本やめた方がいいというふうに思っていますと。で、人で選びますというのも、賛成な部分が半分、反対の部分が半分っていうのはあるかもしれないですと。なぜならば、特にまあ証券会社の場合、って人が移動するからですというのが、そうですね、思っていることですと。で、主幹事の選び方という意味でいくと、まあ、そうですね、いくつか書いている通り、まあ、大きく分けると3つか4つぐらいに絞られるかなというふうに思っていて、1つはそうですね、エクイティストーリーをまあどう作るのか、2つ目がバリエーションのロジックをどう作るのか、3つ目が、販売力がどれぐらいあるか、最後がグループとしての体制がどうなっているか、多分このあたりの4つ、最後はまあ人、このあたりに、主幹事を選ぶときのポイントっていうのはあるんじゃないかなというふうに思っていますと。で、エクイティストーリーと言っていることは、まあ、どれぐらいその証券会社に求めるかによりますけれども、まあ、ある意味自分たちを、仮に例えば投資家にこの後、まあ売り出していくにあたって、まあ、どの部分を強調することがよりこの自分たちの良さが伝わると思うか、まあ、引いてはそれが言って、まあ、もちろん高く買ってもらうっていうところもあるかもしれないですけれども、より自分たちの価値を正しく伝えるという意味も含めて、まあ、どういった戦略で、あなたたちは市場に出るべきなんですかっていったエクイティストーリーの、まあ、立案能力、これは一定証券会社によってやっぱり違うと思っているので、まあ、ここを例えばヒアリングする、これは一つの意味があることだと思ってますし、2つ目のバリエーションというのは一定近いですけれども、先ほども話した通り高いかどうかというよりはどういう観点で値付けをするべきだと思っているか、まあ、その高いか低いかってあくまでもその時点の結果でしかないですけれども、例えば、まあ、こういう競合他社と御社は比較するべきですとか、その時にこの観点の数字をより打ち出しながら、例えば、まあ、それが売上の成長率なのか利益率なのかわからないですけども、ここをより打ち出した方が多分あなたたちの価値は最大化されます。この戦略っていうのは、まあ、後から時が変わっても変わらないと思っていますので、まあ、こういったバリエーションロジックをどこを打ち出すべきか、これもまあ各証券会社によってやっぱり強み弱みってあるんじゃないかと思ってますと。で、3つ目の販売力のところは分かりやすくて、まあ、日経であれば例えば日経の中でもその、まあ、いわゆる伝統的な証券会社とネット系でもまた違うと思うんですけれども、まあ、誰に対して強みがあるか、例えば、まあ、昔ながらの個人投資家に強い、といった日経投資銀行もあれば、よりこのある意味新しいネット系での個人の、まあ、販売力を持っているネット系の証券会社であったり、まあ、海外の機関投資家に強い外資系であったりっていうふうに、まあ、誰に対してどういう、まあ販売力を持っているか、このあたりっていうのは、そうですね、3つ目のポイントになると思っていますし、4つ目は、まあ、そうですね、特に例えば銀行系の証券会社等であれば、そういった銀行であったり信託銀行であったり、まあ、グループ全体としての、サポートっていうのも一定何かしらの形で期待できる部分っていうのはあると思ってますので、まあ、そういったその証券会社だけではない、全体のサポート、こんなところも期待していいんじゃないかとは思って、グループとしてのサポート力っていうのがちょっと分かりにくい人にもいると思うんですけど、はい、割とやっぱり今この 2,3 年だと思うんですが、はい、結構グループの各社につないでくれて、その B2B やってるところだと取引先になってくれるみたいなことってちょっとありますよね。まあ、そうですね、はい、あると思いますね、はい、
それ僕があの投資先見てて、あのもちろん業態によっちゃうんですけど、いや思ったよりもそのグループ全体で売上にこうフィットしてくれてるなっていうところがあの過去事例としては出てきていて、うん、あのそれは何だろうな、5年前、2015年ぐらいとかだとなんかそんなになかったんじゃないかなと思うんですが、多分 DX の波で、はいはいはい、多分その大企業が、まあ、証券会社のグループとかが普通にその大企業のとしてそのスタートアップのソリューションを使うようになってきたっていうのがあの昔との変化なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていて、そこがあの、まあ、主幹事であるからっていう理由だけで決まることもないと思うんですけれども、比較的その蓋が開いたなっていうのは個人的に思いましたね、うん、まあ、そうですね、まあ、あの少なくともあの導入しやすくはなるんだと思ってはいるので、あの紹介してもらいやすくなるっていう観点はあると思いますし、あるいは、まあ、近しいですけども、そういった自分たちだけではなくて自分たちが近しい会社さんに例えばご紹介いただくであったりとか、うん、ビジネスマッチングのお手伝いをしていただくとか、そうですね、まあ、そういうのも含めて一定やっぱりあの証券会社銀行こういったあのルートっていうものを活用しているあのスタートアップっていうのは一定いるんだと思います、うんうん、なるほど。はい。で、そうですね。で、最後はやっぱり確かに担当する人っていうところなんですけども、うん、まあ、これは分かるし、一定そこだけに入りすぎると危険なところもあるっていう感じな気がしますね。つまり、その、まあ、担当者がその、まあ、3年とか、そういうスパンで上場するタイミングだったときに、そのチーム 全員が抜けることはないにせよ、はい、まあ、メインだった人が退社される可能性もやっぱりありますよねっていう。そうですね。だから チームだったらいいと思うんですよ。このチームにこう信頼してるだったらいいと思うんですけど、この人一人だけがすごく好きだっていう場合は、まあ、あまり寄りすぎると危険な時もあると思いますね。うんうんうん、ちなみに、あの、あと聞いてみたかったのは、この、いわゆる投資銀行に関する、まあ、投資銀行では証券会社のこの IPO に関するノートを何回か書かれてると思うんですけど、このあたりは、おそらくオープン8にあの CFO で入られてから書かれた気がしてるんですが、なんかこの辺のなんか、ね、狙いというか考えの前提って何だったんですか？どうですかね。なんか、まあ、あの少し確かにこの記事も、あの、まあ、もう2年前ですけど、少しビクビクしながら正直書いたところはあって、あの、まあ、でも思ったよりもそんなに、そうですね、あそこまでこう負の反響があったわけでは正直なかったですけれども、まあ、少し怖いなっていうところはあるんだと思いますと。で、私なんでその3ヶ月前ぐらいですかね、あの SARS の、まあ、あの会社におけるバリエーションっていう記事を書いたんですけど、まあ、この時も正直 SARS 事業のバリエーションに書いて書かれた、まあ、記事だったりノートを私自身は、まあ、ほとんど見つけなかったので、うん、結構これもこれで初めて発信することって結構怖かったんですけれども、まあ、それこそ本当にすごい数の言っていいねがついたりとか、今でこそなんていうんですかね、 PSR のを使ってこう SaaS 事業をバリエーションするとかってすごいある意味一般的に言われてると思うんですけども、これもやっぱりそうですね、3年前とかだとやっぱり発信するのは一定怖かったみたいに、やっぱりこうなんていうんですかね、言ってなんか負のままにこうクローズで閉じ込めるだけというよりは、もちろんこうなんていうんですかね、誤解を招かないような表現をするであったり、一定気をつけるべきところあるとは思いながらも、なんかそうですね、あえてやっぱり情報を出していきたくなったっていうところはすごく意識して書いたところでしたし、なんか最近本当に例えばプレイドの武藤さんであったり、例えばフリーの花さんとかもそうですけども、結構詳細なことを含めて書いていただける方って CFO の方でも少しずつ出てきてるような気はしてきていて、なんかこういった流れっていうのにうまく僕自身もそうですね関わっていけたらとは思ってますね。だから僕もその証券会社グループに在籍したんで、基本、まあ、金融機関、最近だと絶対ではないのかもしれないですけど、証券会社のグループにいると基本的にはそのブログとか個人の情報発信っていうのはまあ、NG になるケースが多くて、はい、そうするとこういった情報ってその現場にしか流れていないんですけども、うん、で別になんか一つ一つが難しいわけじゃなかったりとか、なんかこう理解不能な話ではないんだけれども、そういうその個別に訪問いただいた時にこういうもんなのでって説明をまあ受けるみたいな、そういうことがあって、はいはい、なかなかオープンにされてきてなかったものですよね。そうですね。なんで、なんか僕はやっぱりこのノートによってこういう IPO とか、まあ、いわゆるこう、まあ、スタートアップファイナンスのことが情報として出るようになったっていうのは、なんかすごい素晴らしいことだなというふうに捉えていて、もっともっとオープン化が必要なんじゃないかっていうふうに思っていたところで、
ちょうどその僕らのその、まあ、今年2022年に気になったトピックスであるこの、まあ、共同主幹事とか、まあ、単独推薦共同推薦っていう言葉が澤さんのノートの中から出てきたっていうのがあってですね、今日はお呼びしたような背景になってます。なんか最後澤田さん的にはなんかこうスタートアップの方々で、まあご自身のノートを見られている方でもいいですし、まあ、そのこれから上場を目指される方でもいいですし、そういうペルソナに対して何かメッセージとかコメントみたいなアドバイスとかそういった観点あればいただけないですか。そうですね、なんか、まあ、幸い、私はノート比較的書いていることもあって、今でも多分月に数件ぐらい、そういった、ファイナンスに関してであったり、IPO に関してであったり、まあ、CFO 採用に関してであったり、比較的こう問い合わせを受けるケースが多いと思っていて、まあ、そういった問い合わせに対して、お話をすることは、私自身結構こう、自分自身が整理になったり、勉強することってすごく多いですので、まあ、ぜひ、まあ、お気軽に、何か相談がある方とあれば、言っていただければなと思ってますので、よろしくお願いします。まあ、そうですよね。情報発信するっていうことは、別にそれだけで終わってなくて、その相談があってっていうプロセスが入るかと思うんですが、はい。なんかこう相談することに結構なんか、まあ、ある意味ビビってる人も結構多いんですけども、別にそのなんか月も何十件と問い合わせが来てっていう人の方が少ないから、そうですね、うん、その、まあ、整理になるとかっていう観点とか、あ、こういうニーズがあるんだって気づきをもらえるケースが、まあ、僕もそうなんですがあるので、なんかそういう面では実は気軽にコミュニケーションしてもらえればっていうのは、なんか僕もなんですけれども、なんか同じようなそういった思いを持ちますよね。そうですね、本当にそう思います。なんか誰でしたかね、レイヤー X の方か何かが、なんか情報発信する人にむしろ情報が集まるっていうことを書かれていて、すごい感覚は私も近い感覚を持っていて、なんかむしろこう問い合わせをしていただくことそのものがすごくありがたいと思ってます。まあ単純に私がそれが好きだからっていうのもあるんですけど、なんかそれは本当にお気軽に話していただければと思いますね。分かりました。じゃあまあもちろん CFO として非常にお忙しくされてるとは思うんですけれども、まあそういった、まあいわゆる、まあ、後輩というのか先輩というのか、形でスタートアップやってる方々が、何らか澤田さんにご質問されたいということがあれば、まあぜひ直接、ちょっとそのいわゆるこう、ツイッターとかの連絡先を載せておきますので、まあご興味ある方は、ぜひお問い合わせいただければというふうに思ってます。はい。それでは、今日はお忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。